はい、おでですすの、えー、本日はですね、えーえー、昨日ちょっと寒いりましたから <laughs>、はい、青学入試でですね、まあ、起きたことということで、2000年か2001年の青山学院大学の入試の時に、まあそに、国語の試験にミスがあったということで、試験時間が大幅に延長になったんですね、はい。こういうことがこれから私立大学が国公立大学の入試でも起きますから、しっかりですね、勝負の綾をですね、 つけておくっていうことを今からやっておいてください。はい、ということで,です、ね、もうあとちょっとしか時間はないと思いますけども、まあ、これ、一体何が起きたのかってゅうと、まあ、私の教え子でですね、まあ、当時、熊本で私が当身やってた時の、えー、160人ぐらい来ていた生徒の一人なんですけれども、まあ、一番やってほしくなかった、その明声、立法、中、官官同率みたいに、ずらーっとですね、同じレベルの大学を受け続けて、全部落ちてるんですよ。うん だから、まあ、どっかね、滑り止めになるようなところを受けときなさいよというふうな話をするんですけども、いやバッチなことでですね、やらないと。でも、とてもいい子だったんですよ。もうとてもいい子で、普段からの行いがいいわけですね。部活動とかもちゃんとやって、ね、もう世のため、人のために動くような、そういう子だったんですけども、やっぱちょっと頑固な部分が、やっぱあったからですね、そういうふうにもう、 ベルドミにならなならいような全部ですね、明星立法、中、官々、同率みたいな受け方をしてで、全滅したんですけれども、青山学院だけ受かったんですよ。 でこれ一体何なのかっていうと英語や社会はね、割とできている子だったんですよ。ところが国語だけがちょっと苦手で国語でどうしてもね、やられてしまうというところがあったんですが、まあ、たまたま青山学院はそうやって国語のミスが発覚して試験時間が延びて、ね、今までの、うん、制限時間内では国語が解き終われないと、ね、それがちゃんと時間が延長されたので全部解けたということで 国語が得意な生徒との,その差を縮めることができたわけですよ、こういうことが起こるんです。はい、ですからです、ね、ふ、まあ、普段からの行いのいい人なんかは、こういうふうに、まあ、入試の時に奇跡が起きたりしますから、まあ、ちゃんとです、ね、やっとった方がいいです、あもう無理だとか、ですねもうこれじゃもう無理だ、無理だみたいな感じでやるんじゃなくって、もう少しでも、ね、あのやっておくと。 うん、そうすると、意外にね、あのー、なんというか、勝利の女神とも言いましょうか、そういう人たちっていうのは、本当にこう助けてくれますので、こういうところでね、普段から勝負の綾をつけておくと、まあ、受からんかなというふうに思ったけど、あうかるっていうようなことはあると思います。まあ、ただね、ただその滑り止めはちゃんとや,やっとってね、はい、この頃のようにそうか、もう全部、目ッ立法中、カンカン同率みたいにね、あの同じレベルの大学だけ受けたほいいんだっていうのは間違いですけどね、本当にこれは。 あの難しいですので、うん、だから、まあ、おそらくその国語が苦手だったという青学受験者にとっては、まあ、その国語が苦手な子たちっていうのは、普段の行いが良かったんでしょうと、で国語が得意だったとっいうかです、ね、そういう国語で差をつけなくちゃという子たちは、ちょっと普段からの行いが良くなかったというところで、まあ、神様の采配のというか、ですねそういうふうに国語の試験ミスみたいなものがわざと出てしまうというふうなこと。 そうやってこのなんちゅうなありますねと、うん。だからもう本当やっぱずっと教え子たちね何千人もう1万人以上教えてるかな私はどうだろう、まあ、そういうような子たちをですねずっと見てたけれどもやっぱりですねあの日頃の行いがいい人たちっていうのは割とそういうふうな運が向きますからでそのせっかく運が向いた時にね で、それを取りに行こうとしない子たちがいるわけですよ。ああ、無理だとかいな感じでね、もう今手が止まってたりとか、もう英単語一つでも覚えてたらいいし、社会でもね、一つでも覚えたらいいし、理科でも一つ覚えとけばいいしと。 ね、もう数学でも国語でもいいですよ。何の教科がそういうふうなことが起きるかわからないんですよね。あのこれは一応、問題ミスという話にはなったんですけれども、問題が難しくなりすぎたり、問題が優しくなりすぎたり、何度も言ってますね、私が。はい、問題が難しくなりすぎたり、優しくなりすぎたりすると、できること、できないことの差がつかなくなるんですよ。 うん、だからそういうふうになってくると、まあ、さっきから言ってるような、ね、その国語が得意だとかいうふうな子たち、国語が得意だっていう子たちは、やっぱりちゃんとね、そういうふうなことが起きたとしても、あの英語とか社会ちゃんとやっておけば、ね、この追い込み時期に、いや自分には国語があるから、もう英語や社会勉強しないもんとかいうようなことじゃなくって、ちゃんと英語や国語英語英や社会も、ね、やっておけば、少々国語でね差をつけられないってことが起きたとしても、なんとかなるっていうようなところはあるわけですよ。うん だから、まあ、そういう,うなところでね、あの勝負のあやをつけるっていうことをちゃんとやっといた方がいいと思います。これね、ものすごく学生時代からやっておかないと、大人になったとき困るんですよ。うん、でもうよくいるんですよね、あのまあ、今からちょっと5分たったのです、後半戦に入りますけど、僕は受かりますよねとかですね、僕合格しますよねみたいなことを言ってくるような生徒たちっているんですよ。 そういう生徒たちに限って僕は根性はあるんですけどねとかいう感じで、ね、言うんですけども、もうそんなことを言うやつはもう大体根性ないんだよということで、まあ、合格するか合格しないかなんていうのはです、ね、やってみなくちゃわからないんですよ、こればっかりは。こればっかりはやってみないとわからない。なので、えー、そういうようなところでですね、自分がうまくいくかどうかはわからないけれども、お 勝負だと思ったらね、あのやっていくっていうかね、やり続ける、そういう風な気力が大事だと。これ、羽、え、生、ー、さんの言葉かな、うん、あの将棋の羽生さんがねん、だったよね、の言葉で、えー、勝てるかどうか分からない、勝てるかどうか分からないけれども、お努力をし続ける必要性があると。たとえねあの、絶対に勝てるような方法だという風に分かった上で、えー、努力をしているわけじゃないというようなことですね。 うん、勝てるかどうか分からないけれども、努力をするしかないっていうようなことですね、それができる人たちだけが勝てるんだっていうことですね、はい、だからもう、うん、私合格しますよねとかいう感じでね、言ってくる子たちいるんですよ、もう本当ねあの、そんなもん分かるわけないですよ、私だって人間ですから神様じゃないんで、もう未来のこととか分かりませんので、はい、ということでですね、あの自分、あなたが勝つかどうかは分かりません。もう そういうことで、まあ前からね、言ってることであるけど、高校1年生や高校2年生なんかはね、まあ、あるいは小中学生とかも、普段からのしっかりしたお答えはやっとった方がいいと思います。運が向いてくるか向いてこないかっていうのはありますからね。まあそれはそうなんですけれども、もう高校3年生も今の段階になってね、もう今さらそのボランティア活動をやろうとか、なんとかそんな余裕ないと思いますから、大学生になってからやってくださいと、そこはね、大学生になってからボランティア活動とか頑張りなさいと、部活動とかね、学校行事とか頑張ってもらえばいいけれども、今やるべき といいううことは勝負のをつけるっていうことですね、はい、もう自分は絶対合格だとかそんなふうに思い高ぶるんじゃなくて A 判定だもんとかいう感じでやるんじゃなくって、ね、そういうふうなことが起きます。はい、必ずいろいろ入試では起きます。ねえー、問題ミスとは限らないで、えー、難しくなりすぎたり優しくなりすぎたりしてせっかくのあなたの持ち味っていうのを、ね、この強化で勝つとかいうふうなのがです、ね、うまくいかないということがあったりしますからだからまあその 自分なりにね、他の教科もちゃんとやっておくと、得意科目だけでね、なんとかなるというふうに思ってないで、うん、もう本当、突然ね、傾向が変わったりすることもあるんですよ。だから、勝負のあやをつけるっていうことは、他のそういうふうなねあの、これはもう勉強しなくてもいいやとかいうふうにしているような科目ね、まあ。理系の生徒だったらば、英語、数学、理科、文系の生徒だったら、英語、国語、社会、そういうふうなところで、 あんまりやってない科目とかね、そういうようなところがないようにしておきましょうということです。はい。であとコメントなんかでも今来てますけどね、あのー、ちょっと私,私の方もちょっと言い過ぎたかもしれないんですけれどもね、あのー、<coughs> まあ、例のね、えー、山口県の <laughs> 新設公立大学なんかがですね、も,ものすごい競争率になってますというふうなコメントなんかが今ついてるんですがやっぱつい、あのー、競争率がすごいことになるのかと、ね、あの去年すごかったわけですよ、うん、去年の私立入試の段階でもう <laughs> 公立高校になるんだから、ね、公立高校になるんだったら、 ものすごく狙い目だということで私立高校受験徳山大学の時でしたね、はい、徳山大学の段階で受験してるっていうような子たちが結構いたんで、まあ、去年の競争率がすごいことになってたから今年は反動でむしろね下がるんじゃないかとも思ったんですけどやっぱ万歳システムとかああいうところでね全然その去年の実績が出てないじゃないですか。 だそうですよ去年の共通テストとかでなかったわけですからね、うん、それでやっぱり新設校ということで、どーンとやっと集まっちゃってますから、これはやっぱ狙い通りに下関一律の方が、ものすごい、ね、あの穴が開いてしまうのかなっていうのがね、そういうところをちょっと見てますけどね、うん、まあまあ、それはいいでしょう、はいまあ、下関一律に限らんですよ、あの福祉系とかだったら。 ね、山口県立、どこだ広島県立だったっけ、まあ、そっちの方もあるじゃないですか。そういったもう近隣のですね、あのー、経済学部とかあ福祉学部とか、うんまあ、そういったところをちょっと集団公立大学ですか、まあ、そこがもう吸収してしまうのかなと。うん、であんまり あの、九州エリアの子たちって九州から出たがらないんですけれども、もう天気予報とかなんとかのたんびにね、九州、山口地方は、とか言ってですね、もう山口県が九州の経済圏に入ってしまっているような状況なんでですね、もうちょっと橋を渡ればすぐそこが山口県ですからね、もう下関何回か私は行,行きましたけどね。うん もうちょっと、あのー、足を当たるだけでいいですからね、あっという間ですよね、あそこまでは。新幹線とかなんとか使う必要性もないですから、あそこまで。うん、となると、やっぱりどっちかっていうと、ね、九州から離れたくないという風に言ってる子たちもですね、沖縄行くよりは、あるいは宮崎県行くよりは、山口県の方が近場みたいなところもですね、福岡県の子たちからすれば、あるんじゃないかなとかいう風なものですね、ありますね。はい、ということで、まあ、ちょっと何かありましたらですね、あのー コメントの方につけてもらえればと思います。ちょっとコメントいくつかあったのを読んでたんだけれどもですね、ちょっとコメントを返すぐらいのことをやらんといかんかなと思いますが、はい、ちょっと今ど、どしどしと入会希望者が来てるもんだからですね、今日一人、新高校3年生の子が入会手続きしました。もう年間授業料でドンと持ってこられましたので、はい。で、あと、 明日、明後日か水曜日に浪人生の子がですね、えー、2人目の、もう1人浪人生の子を入会したんですよ。だから浪人生がその他の予備校に通ってたけど、もうだめだったということで、もう今年の共通テストなんかも受けてないんですね。だからもう今年の入試は受けませんみたいな感じでですね。そうなると まあ、医学部とか目指してると、さすがにちょっと一般家庭で私立の医学部、難しいあの、お金が払えないですから、国立大学の医学部しか狙ってないということで、もうちょっとですね、あの私立は受けませんという形になっちゃってるんですけどね、うんはい、で2人目の浪人生の子もまた来るということで、明日明あさって水曜日ですね、体験授業に来ますね。 2人目のその子ももうあの最初の私の説明を聞いた段階でもう入会しますっていうような感じでもう言ってありますのであとはもう体験授業ですねあさって水曜日受けるだけですから中学生の子も問い合わせがありました久留米市外の子なんですけどねちょっと遠くの子みたいなので、まあ、多分 私立中学校の生徒じゃなないいかなと思います公立中学校はね、もう公立中学生に関しては、もういい塾いっぱいありますから、高校受験のためのね、公立中学生の塾って結構いいところいっぱいありますから、まあ、小学生や中学生や通う塾なんていうのは、もうよりどりみどりなので、まあ、わざわざうちを選ぶっていうことは、そうそうないと思うんですけども、まあ、それでもうちにも公立小学生、公立中学生来てますけどね、はい、だけれども、まあ、私立中学校の生徒はなかなか行くところがないんでですね。 まあちょっとおうちにあの今度の日曜日かうん今度の日曜日に来る約束になってますけれどももうちょっと次から次へと来てるもんだからですねちょっと昨日はすいませんねあの動画上げ損ないましていろいろそういったのを対応しているのがですね大変でうんまあさらに言うと今うちに入会している子たちもですねちょっと科目の変更とかうんあのやっぱこっちの科目の先生に変えたいとかで今日も体験授業ですね あの英語と数学を教えている先生の体験授業を受けたりとかしてます。はい。そんな感じでも、ちょっといろいろですね、今、バタバタしてて、入試前で受験生の指導も大変だけど、入会希望の新しい子たちもこう来ててですね、ちょっと両方、てやんヤやしてる段階でございます。 はい。ということで、えー、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方には資ブログ、お便りシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。